G-Link 250。残念ながらね、もう販売終了になって久しいのでございますが、ね、前後 ABS ついててね、別に排ガスも全然問題なかったんですけど、ね、販売終了ということになってしまいました。はい。で、これ台湾製になるんでね、やっぱりまあ、こんなこと言うとね、あれです、なんですけど、やっぱり台湾製の方が安心感がありますね。中国製よりもね。はい。で、キムコは台湾のメーカーなので、まあ、例えば日本のメーカーでね、日本製と中国製みたいな、感じに考えていただければいいのかなと、まあ、思ったりもするんですけど、やっぱ台湾は作りはいい方なんだろうなと思いますね。はい。ただ、やっぱり高いみたいですね。はい。台湾は高いっていうね。はい。で、そういうのがあって、なかなかもう、最近はね、台湾製っていうのは、なかなか入ってこれない。ね。っていうのもあるようです。はい。特にね、今、円安っていうんですか。ね。昔は 2. 何円とかね、台湾ドルが、それが途中で、だんだんね、台湾ドルの方が少し上がってきて、3.5 円とか6円とか7円とか、まあ、そんな感じだったと思うんですけど、それが今 4. 何円っていうね、ことになってしまっているみたいで、非常に台湾製の車両を日本に入れて売るっていうのは難しいということがね、はい。で、以前はですね、その台湾製のスクーターっていうのが日本でね、一時期わーって出た時があったんですよ。ね、それでそれの時は、まあその、昔だそういう輸入をね、会社で働いてた、まあそういう仕事をされてた方の話ではですね、日本製だった、まだね、だからね、日本製で、日本製に対して台湾製はやっぱりほら、価格でアドバンテージがかなり高かったっていうね。はい。で、それが、日本も海外製になっちゃったんですよ。そう。日本も海外製になっちゃったから、それでアドバンテージがなくなっちゃったっていうね。はい。どっちも輸入、ね、海外から安いところから輸入してるっていうね、あれだったね。これエアバルブもね、交換するんで、はい。まあ問題ないかと思いますが。だそういう部分で、ね、せっかくのアドバン、ね、テージがなくなったっていうのはあるんですけど、まあそれでもね、日本のメーカーよりは安く売ってるっていうね。まあそういうのは、まあ、ちょっと前まであったんですけど、それが円安になっちゃって、輸入品はみんなもう高くなっちゃうね。で、日本のメーカーも、まあ昔は、例えばスズキも台湾製のやつ入れたじゃないですか。アドレス V125 とかね。あの辺は台湾製だったと思うんですけど、で、スイッシュもそうですよね。で、それが、今じゃもう全部インド製みたいなね。はい。より安いとこ安いとこっていう、あれになって、はい。そう。ただ、ヤマハだけはまだね、台湾製入れてますけど、でも結構苦しいんじゃないかと思うんですよね。はい。台湾製でね、価格を。ただ、親会社だからね、日本はね。そういう、こう、強気な部分、できる部分はあるのかもしれない。ね、価格調整とかね、いろいろまあできるのかもしれないですけど。よっ。でね、G-Link はね、前後 ABS ついてるでしょ?これ非常にいいですよね。それでいてね、このフラットフロアでね。あと、車体が細身。細身だから、非常にね、取り回しとかね。あと、まあ、すり抜けはしないからっていう方はいいんですけど、まあ、例えばすり抜けとかそういうことを考えたとしても、非常に、乗りやすい、ね、スクーターなのかな。そんなことを思います。ただね、スピード出してどうのこうのだとあれですけど、渋滞してるところの左側を、ね、徐行で前に出るっていうのは別にね。そういえば昔二輪車の停止で線がありましたよね。四輪車の前にね。日本でもね、都内とかありましたよね。あれはね、あたかも二輪車が前に出るようにできてるような感じのね、あれでしたけどね。最近はもうないかな。で、今ちょっとね、タイヤを、はい。よいしょ。やってますけど。で、これちょっと、まずビードを落としてね。はい。落とすところから始まります。はい。よいしょ。で、シティグリップ2ね。まだ山あるんですけど、もう変えちゃってくださいっていう話なので、はい。ね。まあ、うちとしては、はい。ね。変えていくっていうのはありがたいことでございます。よいしょ。ね。まだ使えるもんね。山結構残ってるから、捨てちゃうのはなんかもったいない気がするな。かといって、合う車両がなきゃ使えないから、そういうところはあるんですけど。ね。あと G-Link あんまり、そう、うちもね、G-Link はね、そんな台数出てないんですよ。やっぱり買っていただいてはいないので。何台ぐらいですかね ?5 台。5台ってことはないか。白が3台ぐらい紫2台。赤1台。あれ ?6 台まあそんな感じですよ。ね。はい。でも6台でもね、買っていただければね、ありがたいことです。ね。なかなかね、売れるもんでもないっていうね、感じもしますからね。で、まあそういう感じでですね、G-Link ね、残念だよね。なくなっちゃってね。で、X タウンは、やっぱり中国製なんですよね。
だから細かいところの作りがやっぱり G リンクの方がやっぱりいい感じがします。はい、それは私の主観ですからね、別にそれはだからどうっていうことではないんですけど、装備とかはいいんですけどね、LED のね、ヘッドライトとかね、あれ明るいんですよね。良さあるんですよ、もちろん。良さは新しい車両だから良さはあるんだけど、やっぱりこう、どうしてもね、コスト、やっぱりコストを ね、下げて作ってるから、そういう部分でちょっと、っていうのはあると思うんですよ。まあ、キムコのお車両をね、販売してるから、何でもかんでもキムコ褒めるとかって言ったら、そういうわけじゃない。あんまりキムコ褒めてないね。ダメだね。褒めてないですね。褒めないとね。ね、自分のところで売ってるやつ褒めないで何を褒めるんだよってね、なりますよね。そう。ホンダ褒めてどうすんだよってね、思います。はい。ね、ホンダ褒める必要ないもんね。いいから。ね、ホンダはもう初めからいいから、褒める必要ないんだよね。そう。ホンダのバイク安いですよね。つくづく思います。はい。G リンクはね、安かったの。そう。めちゃくちゃ安かった。だって最初出た時40万でしょ？安すぎだよね。まだ 8% の子でしたっけ？消費税が。だから43万2千円？あれ？ 5% じゃないですよね。いくらなんでも。え、5% だって、5% の時だっけ？あれ？いつなんだろう。そう。すんごい安かったんですよ。40万ですよ、40万。そう。なのに、そんなめちゃくちゃ売れたわけじゃないんです。そう。残念ながらね。あ、割れちゃった。やべえ、割れちゃったよ。ああ、もう新しいね。3個で700円なんですけど、これ。セットでね。それで、まあ、もうね、なくなってしまった車両のね、あれなんですけど。G リンクをね、乗ってる人はやっぱりね、気に入ってる。やっぱ気に入られてるみたいでね。あ、いいって言って。やっぱりそういうのありますよね。どうしても、やれほら、なんか、キムコだからとかね、なんだってね。海外のだからとか、いろんな、ことを言われて、まあね、とマイナスな感じのね、あれなんですけど、ね、でもね、いいですよね。最後だって55万でしょ。そう、まあ、でも、それぐらいしてもおかしくない。っていうか、まあ、それぐらいしなきゃいけなかったらしいですけどね。よくわかんないです。赤字ではないのかな。利益少なくて売ってるんじゃ話なんだよね。価格設定間違えてたとかよくわかんないこと言ってましたからね。ねえ。そんな話を後から聞くとね、何なんだろうなっていうね、思いますよね。そう。やっぱりね、なんか安ければ売れるってもんでもないんですよ。安いとね、安かろう悪かろうと思われちゃうから、安物だって思われちゃうから、必ずしもね、安ければ売れるって言われてないんですよ。かといって、高ければいい、高いのダメだけどね。もちろん物が良くてね、プレミアムな感じであれば、やっぱり値段の高いっていうのはね、ある意味、やっぱりいいよな、憧れみたいなのも出てくるんで、それ欲しいっていうね。まあ、高級車とかそういうことだと思いますけどね。あ、そう、この間アリオっていうのがね、湘南町、昔の湘南町のところにあるんですけど、そう、そこにまあ、最近よく車屋さん入ってるじゃないですか。トヨタカローラだとか、ね、日産なんとかとかあるかもしれないですけど、そう。で、トヨタの、トヨタの販売店が、車並べてね、やってるんですよ。で、せっかくだから、ちょろっと見たんですけど、アクアね、アクア。現行のアクア。そして、あと、ヤリスクロス、カローラクロス、あと、プリウス、クラウン、なんとか。なんだっけな、クラウンのあれ。SUV みたいなやつ。あと、ハリアーがあった。まあ、ハリアーとか、クラウンなんとかは、興味ないので、一切。そう。お金あっても多分買わないだろうから。言わせてください。お金あったって買わない。これぐらい言わないとね。実際は、ないから買えないんだけど。ね、実際はそうなんだけど、まあ一応ね、形上ね。仮にあったとしても買わねえって ぐらいのね。はい。言って大丈夫です。実際は買えないんだよ。高くね。お金ないからって言ってね。そんなお金はないって言った話。まあ、そうなんですけど、アクアを見てね。まあ内装です、内装。私内装しか見ない、最近。外装。外側はいくらでもほら、映像とか、写真とかね、あるから、内装の質感とか、結局ね、車って、つい外装、外側に目がいっちゃうんですけど、でもよく考えればね、一番触れてるのは内装なんですよ。外側って別にほら、乗ってる時見えないじゃないですか。だから重要なのって内装だと思うんですよ。もしくは、まあ内装とか、あとその装備ね。まあでも装備はみんなもう今、みんな一緒だからね。まあみんな一緒ですよね。みんなついてますもんね。なんでもね。そんな感じだから、いいんですけど、そういった中で、やっぱりね、アクアの内装は、やっぱり、なんか、安っぽいですね。
ダメ。それ言ったらダメ。いいんだよ、安いんだからって言われたらあれかもしれないですけど、ちょっとね。で、ヤリスクロスの方が良かったような気がしますね。ほら、こう、触ったりね、なんだりする。ほら、ソフトパッドって、なんだね、柔らかめのね。あんまりプラスチックだとね、ちょっと、嫌になっちゃうんだよね。はい。軽トラ乗ってりゃ、軽トラとか、コペン乗ってりゃみんなプラスチックだけど、何を言ってんだお前はって思われるかもしれないですけど、まあね、うん。そう、プラスチックなんだよね。あれがちょっとね。まあでもしょうがないですけどね。いや、だそれが安いってことだからね、そういうことだと思うんですけど、やっぱりね、その辺ちょっとこう、やっぱり、高いやつはやっぱり内装もいいよね。でもカローラクラスになるともう400万とかなるわけわかんない気がになってくるから、ね、あれ300何万だったな。アクアだって300万近いですもんね。200何万もね。でね、書いてありました。当店のサービス。ガソリン満タンって書いてあります。ガソリン満タンサービス。いいですね。嬉しいよね。ガソリン満タンでね。ね。ガソリンなんでね、大した金額じゃないんだよ。そう。でも満タンだと嬉しい。入ってないでね、いきなりね、もうお近く、どこどこにガソリンスタンドありますんで、そちらで入れてくださいなんていうのね。ちょっとね、初めにね、入れといてくれると嬉しいですね。はい。っていうか燃料ポンプがどうだとかそういう話はないのかね。バイクの場合はね、燃料ポンプがどうのこうのとかね、そういうのが一応ありまして、入れとかないと、最初にやっぱりね、満タンにしとくっていうのは重要なのかな、ことをですね、はい。MPS さんに教えられました。やっぱりね、買うなら、そういうお店で買う。それがいいですね。はい。ね、対価ですから、ね、対価ですから、やっぱり、それに見合ったね、内容の、それがいいですよ。後からそれやるって言っても、ちょっとね、いろいろ問題が出てくるんで、一番最初にやってくれるっていうのは一番いいよね。何でもそうですからね。まあ、そんな話はあれなんですが。で、やっぱりね、内装ってね、一番コストが反映される場所。外側じゃねえのって。塗装なんかはっきり言って、そんなね、めちゃくちゃ高い塗装だとかなんだっていうのはいらないと思うんですけど、やっぱりほら、毎日乗るものだから、やっぱり、こう、触れる部分っていうのはね、まあ、そんなに、えらく高い、あれを使う必要はないと思うんですが、そんなことは気になりますね。はい。まあ、過去みんなどの車も、内装は安っぽかったな。そんなことないですか。インサイトね。あれも安っぽかったね。ほんと安っぽかった。なんだろうな。そう。あとね、まあ、BBO なんて、そりゃそうだよね。BBO。かといって、ライフの360ね、古いやつ。あれは、確かに、ある意味安っぽいんだけど、あれ良かったね。今思えばあれはいいわ。変な話だね。あれの方がいいってどういうことなんだよ。ミラージーノも、まあ安っぽいんだけど、でもこう、ね、なんかこう、いろいろと、ウッド調のやつつけて、まあウッドのもあるんだけど、ウッド調もつけたりね。で、なんかちょっといい感じになるんでね。まああれはあれで楽しみましたね。まあハンドルとかね、初めからウッドだしね。いいですよね、あれね。そういう意味じゃやっぱり俺はいいんじゃないの？いいバイク、いい車だったよね。ついバイクって言っちゃうんですよ。初代のミラージーノですね。ね、新しいミラージーノはね、形がね、ちょっと、なんかこう、どうしちゃったんだろうね、あれね。ベース車が、あれだったからかな。ミラーじゃなく、なんですかあれね。ちょっと背の高いやつになっちゃったから。やっぱりミラージーノのいいところは、形がミニみたいなってことですよ。ね。どこまでもミニをパクらなきゃダメだよね。思いっきりミニをパクっていいんだよ。そう。誰に何言われようが、ね。そう、売れるものが正義なんだよ。欲しいのは、そういう車なんだよ。そう。ミニが欲しいけど、でもミニはやっぱり、ちょっとね、いろいろありますから、ね。そうすると、やっぱり、ミラージーノなんだよ。軽自動車なんだよ。考えてみれば、あれ？ダメだね。ダメだね。考えてみりゃ。ここまではいいんだよ。あ、でも落ちてるな、下も。なんだ下も落ちてるのになんで入っていかないの。え、13。インチが違うとか。さすがにそれはない。入りました。はい。んでですね、キムコのホイールはですね、経典マークがついてるんで、そこに合わせてます。はい。エアバルブの位置じゃないです。はい。
許してください。許してくださいじゃないよね。そういう風になってるから、その方がいいですよね。まあ、いろんな、まあ、車とかね、バイクは、いいですよね。はい、楽しい。うん、そういえば G310R とかのね、あれを見るとね、なんかあの、安、スイッチだとか安っぽさはどうのこうなのね。そんなこと言ってもみんな一緒だもんね、車、バイクなんでね。みんな樹脂だしね。安っぽいよね。そんなこと言ったらね。うん。と思うんですけどね。ハーレーとかの鉄のね、アルミかな。あの、ハンドルスイッチとかだったら別ですけど、大体ね、樹脂のね、高いバイクだって樹脂でしょ？うん。それ考えたら、全然ね。モビシティがいいっていう話で、はい、モビシティを。よし。どこですかね、モビシティはね、製造ね。昔は日本だったけど、このモビシティはどこですかね。まあ、日本製だからいいっていう、タイランドだ。ね、タイランドになってますね。そう、日本製だからいいとは言えないんだよね。そう、難しいんですよ、こういう、今。そういう時代なんだよね。日本製といっても、結局、原材料とかはもちろん日本製じゃないとかね。うん。最後の最後で組み立ててるからとか、パッケージ入れてるから日本製みたいなね。そういうのもありますから。一概にね、あの、日本製って言って、あ、いいねって言えなくなっちゃったんだよね。はい。メイドインジャパンって書いてあるのに、中身が、チャイナ製じゃないかよっていうと、ちょっとね、うん。ちょっとこう、騙された感がするのは気のせいでしょうか。はい。これね、あれなんですよ。あの、例えば、高和製器っていうところがあるんですよね。高和製器っていうホンダの純正部品とか作ってるんですけど、あの、そういうメーカーが実はありましてね。はい。で、そこの、ロングノーズの、これだった気がするな。ロングノーズのラジオペンチね。はい。そう。それを買ったら、中から出てきたのが、なんとかプロダクツのやつで、メイドインチャイナって。パッケージは日本製、メイドインジャパンって書いてあるんだけど、そう、日本でパッケージングしてるからでしょ。ね。もうね、時代はそういうのね、そういう時代ですよ。もうね、悪い大人のやることだ、みたいな思っちゃいますけどね。法律上は問題ないっていうね。うん、確かに日本製だと。日本でパッケージしたらもう日本、それは日本製ですって言われたらもうどうしようもないんでね。はい、もうそれにはびっくりしたよ。てかね、安いと、安い、なんか安いなと思ったんですよ。え、日本製、高和製器、日本製でそんな金額か、なんて思って、それだったら絶対買いだよ、なんて思ったら、はい、引っかかりましたね。ね、パッケージだけ日本製だもんね。ビニール袋別に日本製じゃなくていいよね。どうせ捨てちゃうんだからさ。ね、そんな、はい、どこまでも根に持ってるのかなんて、あの、そんな感じがしますけどね。はい、